フィリップ・ビリエド・リラダンは、西洋派ネ騎士団のラングエ・オーベルニューの代表、総長。ロドス島における、騎士団最後の総長で、オスマン帝国との間でのロドス包囲戦を指揮し、その敗北後も騎士団を率いて、マルタ島への移転を行った。1521年、リラダンは、グランドマスターに選出された。その直後1522年に、 スレーマン一世へ率いる10万人のオスマン軍によるロドス島侵攻が始まり、リラダンと600人の騎士、4500人の兵士たちは、6ヶ月にわたって島の要塞を防衛した。しかし最終的に騎士団は、オスマン帝国に島を譲る決断をし、1523年に1月1日にクレタ島へ退去した。その後、リラダンは、騎士団を率いて、最初に身を寄せた。 クレタ島からメッシーナ、ビテルボ、ニースとルテンした。1530年、リラダンは神聖ローマ皇帝カール5世からマルタ島とゴゾ島、北アフリカのトリポリを与えられた。これ以降、聖ヨハネ騎士団はマルタ島を拠点とし、マルタ騎士団として知られるようになる。同年10月26日、帰還のサンタアナ号に乗った騎士団がマルタ島に上陸した。 イラダンは11月13日に正式にマルタ島領有を宣言し、この騎士団長に首都イムディーナの銀の鍵が手渡された。なお騎士団は海岸沿いの町ビルグにキを置き、こちらが実質的な首都となった。また西アンジェロトリでは要塞研究殿として利用された。町は要塞化され、次第に出身国別の騎士官が建てられていった。こうして騎士団は マルタ島に定着していったが、同時に、彼らは1565年のマルタ包囲戦までは、あくまでもロドス島の奪回を夢見ていた。1534年8月21日、リラガンは、ラバトの聖母高坦教会で死去し、聖アンジェロトリデの聖アンヌ聖堂に葬られた。16世紀後半に、バレッタの聖ヨハネ巡視教座聖堂に改装された。ありがとうございます。